はい、どうも、神谷ゲームズ、神谷です。今回も戦国無双5、第4章信長編、牧島城の戦い、続きやっていきたいと思います。比叡山焼き討ちにより京周辺の敵対勢力の動きを抑えたのもつかの間、甲斐の武田信玄が清進を開始する。三河に侵入した信玄は三方ヶ原で徳川軍を撃破。しかしにわかに清進を中止し甲斐へと引き上げた。武田軍撤退の理由は不明だったが、危機を回避した信長は引き続き濃姫仇討ちの成就に向けて動き出す。姉川の戦いで濃姫狙撃の実行犯が雑賀衆の棟梁雑賀孫一であることを美月が確認していた。以来信長は孫一を雇った黒幕の正体を探っていたが、光秀と桃地三太夫がついにその真相を突き止める。牧島城の戦い。信長殿、金ヶ崎で雑賀孫一を動かした者の正体、桃地殿の力添えでようやく明らかになった。そうか、三太夫、聞かせてもらおう。織田殿も察しはついていなさるだろうが、三つ星の使いが何度か雑賀衆に出入りしていた。雑賀衆だけじゃねえ、越前、越後、比叡山、果ては甲州の武田にまで何やら書き送っていたようで。三つ星殿の動きは義明の意を汲んだものだろう。もはや将軍家と共に歩む道はないようだな。そのようだ。光秀、兵を集めろ。機長の仇を討ちに行く。わかった、すぐに支度にかかろう。三つ淵、信長が攻めて参るというのは誠か。は、信長を討たんがため手を尽くしておりましたが、それが露呈したようで申し訳ございませぬ。信玄はどうした？武田が来れば信長など。すでに申し上げたかと思いますが、信玄殿は病を患い甲斐に引き上げたとのことでございます。ならばいかがするのだ三つ淵。そなた万事任せよと申したではないか。すでに牢城の備えをさせております。まずは牧島城にお移りください。援軍の手も打ってありますゆえ、どうか天下の大将軍として堂々たる振る舞いを。この窮地に堂々となどできるか。もうダメだ。始末いたそう。信じているぞ利光。義明はわずかな手勢で守りを固め牧島城にこもっているようだ。まずは枝葉の砦を落として牧島城を包囲する。全軍進め。南北より兵を進め、一気に城を落とせ。このままでは三つ淵が呼んだ助っ人はまだ来ぬのか。多数の弓兵が待ち受けているようだ。先行しと潰しておきたいところだ。よかろう、これで行く手を阻むものはない。敵将、始末いたした。かなう相手ではなかったか。おう、やるではないか。
死守せい、我が功となれ。甘いわ。始末いたした。開門、俺に任せろ。撃ち死に。一人で何ができるというのだ。知らずね。開門。よっしゃ、こっから牧島城を目指すぞ。開門。これより兵を分ける。半数は牧島城を包囲、残りは城内へ打ち入り三つ淵を撃て。もうダメだ、私は死ぬのだ。まだ火星は到着せぬのか。残りの兵を出し城門を固めておけ。門兵を切り城門をこじ開けよ。任されよ。この程度戦果とは呼べぬゆえ、うがち抜く。はあ、せいや、そりゃ、せいや、そりゃ、そりゃ、せいや、そりゃ、せいや、そりゃ、せいや、そりゃ、そりゃ、隙を見せたな。この程度戦果とは呼べぬゆえ、打ち死に。義明に知恵をつけたのは三つ淵であろう。やつの首を取らねば貴重なあるうちはならん。将軍家の神彦逆賊、この三つ淵が必ずや成敗してくれるわ。俺に任せろ。俺の全てで。見せてやる。俺の力の礎となれ。力及ばずか。相変わらず腕が立つな、光秀。俺はまだ強くなれる。敵将、切り伏せた。聞かせていただこう。
主家のためならば手段は選ばぬ。お主が身どもの立場ならば同じことをしたである。いいな、とは申さぬ。それで主家が滅ぶならば本末転倒。いささか僭慮であったな、三つぶち殿。甘いわ。気を見せたな。オラ！気を見せたな。この三つぶちが逆賊どもの縄目にかかろうとは。もはや義昭に逃れる術はない。絶望とともに己の愚行を悔いるがいい。無礼者、入ってくるでない。どう見ても勝敗は決してるってのに、いつまでダダをこねるんだか。仕込みに手こずっちまったが、織田勢の包囲はなったぜ。蜂の巣にしてやれ。また最下衆。どこまでも目障りな連中よ。棟梁の孫一を撃て。逃してはならん。孫一め、姿が見えねえぞ。どっかの砦に隠れてやがんのかな。孫一はここにはいないぜ。せっかく来たんだ、相手をしてけ。うちの棟梁は探してんのかい。どこにゃいねえが、少し遊んでいけ。おっと、俺を探してたのか。仕方ねえな、相手をしてやるよ。うがち抜く。打ち明けを勝たせなきゃこっちは大損だ。豊洲悪いが手加減はしないぜ。まだまともにぶつかる気はねえよ。本気を出すのは義昭が打って出てからだ。捕まりゃしねえぜ。あばよ。この調子で打ってたらすぐ弾が尽きるな。追加の弾を急いで砦に届けてくれ。俺に任せると。敵の二打兵が砦に何やら運ぼうとしている。砦に入る前に切り捨てろ。これくらいにしといてやるか。俺も忙しいんでね。
二打兵は他にもいる。余さず潰せ。任されよ。こっち。そら。やられちまったか。これじゃ満足に打てねえな。ああもう！最下衆のやつら、逃げたり出てきたり落ち着かねえな。あれが最下衆の戦い方というわけ。ならばこちらも攻め方を変えねばならん。もう惑わされはせん。砦の詰め所を落とし、最下衆の出入りを封じてしまえ。その調子で詰め所を落とせ。義明の兵はまだ出てこねえのか。おら、今なら強撃できるってのに遅えな。俺に任せろ。俺はまだ強くなれる。こんだけやりゃ十分か。後でまた会おうぜ。任されよ。気を見せたな。出入りを封じられちまったか。もうまともにやり合うしかねえな。これでようやく追い詰められよう。速やかに孫一を討ち取れ。この様子では最下衆も頼りにならん。撃って出てはならんぞ。守りを固めるのだ。義明は出てくる気配もない。ならば火で炙り出すしかあるまい。そろそろ桃地の兄貴も到着するはずです。兄貴に燃やしてもらいましょう。出るなら今だな。行くぜ。敗北条件変更。おい、敵の忍びが城に向かってるぜ。
何か仕掛けられる前に始末しちまおう。甘いわ。千秋、臆病風に吹かれやがった。少しでも期待した俺がバカだったのか。それがしなどが天下無双に至れようとは。始末できてるな。仕方ねえ、やるか。死力を尽くそう。甘いわ。この程度戦果とは呼べぬゆえ、今はを見せたら、この程度戦果とは呼べぬゆえ、よし、邪魔な敵は片付いたみてえだ。俺は先を急がせてもらうぜ。この程度戦果とは呼べぬゆえ、よし、火付けの準備にかかるぞ。俺に任せ、雇い主への筋は通したい。ここまでにしとくよ。いい頃合いだ。城に火を放て。火が、もう城にはとどまれぬ。私は逃げるぞ。開門。城門が開いたな。義明を討ち取れ。城が燃えている。光秀、私は三つ淵に騙されたのだ。見逃してくれ、頼む。三つ淵殿の忠心を踏みにじるおつもりか。やはりあなたは将軍の器ではない。死にとうはない。どこにも浅ましい男よ。奴を捕らえろ。逃がしてはならん。将軍様、ここで家臣を見捨てて逃げ出すってのはちょっと格好悪すぎるんじゃねえのか。
そなたは最下孫一。近寄るな。何の真似だ。信長殿、最下孫一が義明の身柄を我らの陣に突き出し、そのまま姿を消したそうだ。孫一が奴なりのけじめということか。だがそのようなことはどうでもいい。義明、お前の小細工のせいで俺は貴重を失った。その報い受けてもらう。待て、これからは万事信長殿の意に従う。将軍家の名をいかようにも使って構わぬゆえ。黙れ。もはや将軍の名などけほどの価値もない。潔く滅ぶがいい。お待ちあれ。全てはこの三つ淵が仕組んだこと。身どもの首一つでは足りぬだろうが、上様だけは。信長殿、将軍を殺めればさらに織田討伐の機運が高まることは必定。得策ではあるまい。我らが目指す先は天下一心。その志を成就するため、こたびの勝利をもって仇討ちを成したとすべきだ。そうも義明など切る価値もない。今日より追放せよ。だが三つ淵は許さぬ。覚悟はできていような。無論。上様、長く仕えてきましたが、これにておさらばにございます。これで貴重の仇討ちはしまいだ。光秀、お前に言ったことは覚えているな。ああ、仇討ちがなればその後は一切の情を殺し、天下一心を果たすためのみに戦うと。そうだ、俺は乱世の断りを壊し尽くし、この歪んだ天下を作り変えねばならん。ならば俺も次の戦であなたと共に歩む覚悟を示そう。以上、神庵でした。バイバイ。